食文化を通じて世界の人々や地域に思いを馳せる From Kitchen to the World。 今回は中東で多くの人に愛されている甘いスイーツクナーファをご紹介します。作り方を教えていただいたのはクナーファ職人としてその魅力を発信されている山田修さんです。大きく分けると生地とチーズの層に分かれてるスイーツなんですけど、この繊維状のものを、カダイフって呼ばれたりもするんですけど、これが生地の部分の元の状態になってまして、でそれを、フードプロセッサーかなんかでこう粉砕すると短くなった状態でなったのを実際生地として使っていくっていう感じですね。向こうのクナーファの話をしてしまうと、もう向こうのチーズっていう感じなんで、食感的にはモッツァレラが一番近いかなっていう感じですね。生地の方に、バターを、溶かしたバターをこう和える、混ぜていくっていう作業があって、そのためのバターですね。で、これは食塩が入ってないものがいいですね。このシロップを、焼き上がった状態のクナーファにジュワッとかけて、このピスタチオをトッピングとしてかけます。生地をバターと和えていきます。生地の半分のバターがちゃんと生地に油がまとうように混ぜていきます。こんな感じでよく混ざったかなって思います。で、こちらを型に詰めていきます。そこにびっしり敷き詰めてあげた方が綺麗に焼けますね。ここにチーズを焦げてしまうので手につかない程度まで広げる。で、上から若干生地を追加で。で、大体5分から6分ぐらいかなと思います。4人前とかだと10分ぐらい焼いてもいいかもしれないですね。出来上がりの目安としては、外側の生地、側面はちょっと見れるので、こんがり色づいたらっていうのと、あとはチーズがだんだんとろけ始めるので。この2つを見ていただいて、ある程度火が通るとサラサラと離れるのでいい感じですね。これは美味しそうだなと思ったら火を止めていただいて、でここでちょっとお皿を上からかぶせてください。チーズにより火が通って、でこのお皿が温まるぐらいまでちょっと待って感じですね。では火を入れ替えします。せーの、よいしょ。こんな感じになりますね。シロップをかけます。で、次にピスタチオですね。で、最後にバラのお花ですね。こちらで完成になります。山田さんは独学で作り方を学んだクナーファのお店を東京国立市で開いています。2023年2月にはクナーファの本場パレスチナでクナーファ作りの修行もされた山田さん、その魅力や日本でクナーファを作り続ける思いも伺いました。でもやっぱこう名前が可愛いクナーファそういうのもありますし、向こうのお菓子の中でも結構こう歴史がしっかりあって、その掘りがいがあるというか、構造が結構単純、その生地とチーズ、なんかそういうところはアレンジもしやすいの魅力だなと思って今やってますね。はい、1ヶ月やってました。僕は1人前ずつ焼いてるんですけど、向こうだと40人前なんで、こんなもんですかね。こんぐらいの型で焼いて、これをこう回したりとかひっくり返したりみたいな作業があるので、僕でもかなり筋肉が足りなかったですね。10キロ以上あるのかな。ここのクナーファ屋さんに実際に入って、いろいろ作り方とかを学ばせてもらったんですけど、別に向こうのお店の人と面識がもともとあるわけじゃなくて、本当に一人で行ったので、で向こうで
あの誰か当てがあるわけでもなく、その中でこう歓迎してくれたっていうのは本当にありがたかったですね。もともとその国際協力の畑にいたというか、その、まあ、そこから入って、で中東の方に興味があってっていうところだったんで、クナーファをやろうっていうこのきっかけというか、まあ、自分の中の心の変化というところで、国際協力とかそういうお仕事に対する結構こう疑問じゃないですけど違和感みたいなのが実はあって、国際協力系の学生団体とかにも所属していて、そういうところで将来働こうかなとも思ってはいたんですけど、そこで活動していく中で社会課題っていうものの存在がこう先行しちゃってる部分っていうのを体感したというか、そもそも課題っていうのが何かこう達成したいものに対する障壁だからこそ、こうそれを解決するモチベーションがあるというか、あのそれ気持ち的にもそうですし、理由としてもこう理屈としてもそれを解決すべきだと思えると思うんですけど、課題っていうのを切り取られちゃって、あの先にポンって置かれると、なんでじゃあそれを僕がとか、その課題を解決しようとしてる人が解決しなきゃいけないのかとか、そういう部分が結構考えたら意外と答えないなと思ったりとか、まあ、僕がそのパレスチナ問題にじゃあなんでそれを解決したいと思ってるのかっていうのはふと考えた時に結構答えるのが難しい質問だなっていうのを思って、まあそれに付随して課題を解決しようとしてる人たち、団体とかに所属してる人たちの楽しさみたいなものも結構ないがしろにされがちなのかなみたいなのはすごい思っていて、もうちょっと自分なりのやり方を見つけたいなって思って、まあ楽しさをやっぱりまずちょっとちゃんと重視したい、でその楽しさを達成するための障壁としてパレスチナ問題があるっていう風にの構造に持ってきちゃえば、そこにアプローチするモチベーションが生まれるかなっていう風に思って、まあ、クナーファっていうのにたどり着いたっていう。なので、まあ、クナーファっていうのを僕は楽しみながらやって、でもっと楽しむためにやっぱりパレスチナに行って、でいろいろ研究したいですし、シリアとかにも行きたいですし、でも今ちょっと行けない状態があるっていうところで、初めてこう僕の中ではそこに対処しなきゃなっていう気持ちが生まれるというか、自分の中で明確な理由を持って活動できるので、もちろんあの興味を持ってくれて調べたりとかそういう人も中にはいらっしゃいますけど、お客さんに対しては別にそこにパレスチナ問題とかの話をこう伝えるっていうところはあんまり重視はしてなくて、大多数のお客さんに対してはもうクナーファが美味しいっていうところをまずは知ってもらえたらいいかなっていう感じでやってるので、まだまだ本当に始めて5年なんですけど、クナーファはもう1000年以上のお菓子ですから、いや本当に行きたいところもいっぱいありますし、知りたいこともいっぱいありますし、そうですね、もうパレスチナは通いたいですね、そういう意味では。で向こうの人とちゃんとつながりを持って作り方とか、そうですね、どういう食べ方とか文化的なところも含めていろいろ知りたいところですね。ガザ地区とヨルダン川西岸地区に分かれているパレスチナ、過去にはイスラエルとの境界線やパレスチナの自治権を互いに認めたにもかかわらず、イスラエルによる空爆や入植活動が続き、パレスチナの人々の暮らしを圧迫してきました。そして2023年10月パレスチナのガザ地区から大量のロケット弾が発射され、イスラエルも応戦する形で大規模な戦闘が始まりました。何十年もの間顧みられてこなかった地域で甚大な被害が出ています。クナーファは中東パレスチナに生きる人々の間で日常的に長い間愛されてきたスイーツです。クナーファを作り食べながら、その暮らしや守られるべき日常にも思いを馳せてみてください。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また、このチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援、ご協力、よろしくお願いいたします。